静か千年桜。あ、私はずっとずっとあなたのお戻りを。いや、お戻る？なんで？戻る？どういうことだ？俺はお前のことなど知らないし、お前をこれ以上野放しにするつもりもない。その邪気も怨念も全て切らせてもらう。プラマヤシャマルバーサス静か御前、いざ尋常に一本目勝負。ああ、滝や。やしゃまる、まだだ、立て。許せぬ、この世が、そなたが憎い。やしゃまる、無常の風は時を選ばず。ああ、私は何をしているの？
して忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。邪気がもたらした災禍を払い、数日故郷の村へと戻った夜叉丸は久々に父の墓前へと赴く。4年前村を飢饉から救うために江戸へと旅立った父は、一揆の首謀者として処刑され、首だけとなって帰ってきた。なぜ父のような善人が踏みにじられねばならないのか。父の骸に涙を流したあの日、夜叉丸は幕府と戦うことを誓った。この道を選んだことに後悔などないはずだった。しかし静香御前が最後に残したつぶやきが夜叉丸の胸の内から消えないでいる。どうかその慈愛に満ちた心をいつまでも大切に。あの時消えゆく彼女の微笑みに父の面影が重なったような気がした。踏みにじられる者たちの嘆きに応え、誰も罰せぬ悪人をその手で裁くため、義賊カラス天狗は闇を飛ぶ。行き着く先が地獄であろうと、その足を止めることは許されない。幕府との果てなき戦い、この修羅道を選んだのは他でもない夜叉丸自身なのだから。